ノーザンプトン。ノーザンプトンは、アメリカ海軍の重巡洋艦。ノーザンプトン90巡洋艦の一番艦。艦名は、マサチューセッツ州にちなみ、その名を持つ艦としては2隻目。ノーザンプトンは、マサチューセッツ州クインシーのベスレヘムスチール舎、ホアリバー造戦所で1928年4月12日に、寄港、1929年9月5日に、グレースクーリッチ。 カルビンクーリ大統領夫人によって浸水し、1930年5月17日に、ウォルター・エーヌバーノー館長の指揮下収益した。収益後、偵察艦隊に編入され、1930年の夏の間は、地中海で、完熟航海を行った。1931年に、従順洋艦に類別変更され、1932年からは、母港をサンペドロ、 後に、新珠湾と設定され、主として太平洋で活動した。1940年、ノーザンプトンは、RCA 社性能を装備する最初の艦艇の一隻となった。1941年12月7日の新珠湾攻撃の時、ノーザンプトンは、ウィリアム・ハルゼー中将が座城する空母エンタープライズ機関の第8任務部隊と共に、ウェイク島からの木で、 真珠湾の西三百七十キロの地点を航行中だった。第八任務部隊は落語した日本艦隊を一部でも捕まえられるかもしれないという望みのもとに偵察機を発進させたが、これは無駄骨に終わった。第八任務部隊は八日、遊国、すべてが煙と油に包まれ戦艦が痛々しく放置された。真珠湾に帰討した。翌9日、第八任務部隊は、 オアフ島北東の捜索に出撃した。ジョンストン島の南へ向かい、その後再び北上してリシアンスキー島とミッドウェイ島の西で敵の捜索に当たった。E70 は、その最初のターゲットとして、エンタープライズの急降下爆撃機によって撃沈された。1942年に入ると、アメリカ海軍は無傷だった空母軍を最大限活用して、 日本側に停滞反撃を与えようと活発に動き始めた。この攻撃が成功すると、日本の南方作戦のスピードが幾分か弱まり、アメリカの士気がいくらか上がると予想された。1月下旬、第8任務部隊は、空母ヨークタウンを帰還とする、第17任務部隊、フランク・ J ・フレッチャー中将と合同で、サモアへの輸送船団の護衛を行った後、 マーシャル・ギルバート諸島機動空襲作戦を開始した。第8任務部隊は強力な敵が待ち構えていると考えられたクエゼリン干渉、マロエラップ干渉に向かい、第17任務部隊はブタリタリ、ジャルート干渉、ミリ干渉への攻撃に向かった。第8任務部隊は目標手前で3つに分かれ、ノーザンプトンはソルトレーク式特築艦と共に、 レイモンド・スプルーアンス少将に引きられ、ウォッチ・干渉に向かった。2月1日朝、ノーザンプトンとソルトレークシティ、ダンラップは、ウォッチ・干渉に接近。干渉内に昇船を発見して、砲撃を加え、大した敵もいないと思われたため砲撃は、最初のうちは、順調を行われた。しかし、ノーザンプトンが潜望鏡のようなものを発見した、ことにより隊列は、乱れ始めた。 しかも、スプルーアンス以外の爆量は、我々は潜水艦に包囲されていると錯覚する末であった。砲撃も次第にめちゃくちゃとなり、反撃も予想されたため、スプルーアンスは2時間弱で砲撃を切り上げハルゼーの本体に合流し、即座に引き上げた。スプルーアンスは、一連の攻撃の成果はかんばしく、なかったと評価した。それでも太平洋艦隊司令長官チェスターに3つ。 大将は戦いぶりを評価し、スプルーアンスに海軍功労賞を授与した。空母軍による奇襲作戦は2月下旬にも実施された。2月14日、エンタープライズを機関とする新編成の第16任務部隊はウェイク島に打撃を与えるため、ハルゼーに率いられ、新自湾を出撃した。ノーザンプトンもこれに加わった。2月24日、エンタープライズの艦載機が、 ウェイク島を空襲してから、ノーザンプトンとソルトレークシティ、駆逐艦2隻は、ウェイク島に接近して、艦砲射撃を行った。砲撃の最中、日本の水蒸気が反撃し、ノーザンプトンを爆撃したが、爆弾は、それて命中しなかった。第16任務部隊はさらに南鳥島に向かい、3月4日に攻撃が行われた。3月10日、第16任務部隊は、 真珠湾に寄討した。2月と3月の攻撃は南方作戦そのものには大した動揺を与えなかったが、連合艦隊司令長官山本56大将を神経質にさせるには十分であった。4月8日、ノーザンプトン、エンタープライズの第16任務部隊は再び出撃し、4月13日に空母ホーネットの部隊と合流し、4月18日に コーネットを発信した B-25 爆撃機東京を爆撃した。第16任務部隊は4月25日に真珠湾に帰港し、補給後4月30日に、第16任務部隊は日本軍のソロモン諸島方面の進撃を封じるべく南西太平洋へ向かったが、到着したのはちょうど35回回戦が終わった後であり、第16任務部隊は成果なく真珠湾に戻った。 5月28日、第16任務部隊は、ミッドウェイ島に来週が予想される、日本艦隊を迎え撃つた出撃。ノーザンプトンの姿もそこにあったが、ハルゼーは皮膚病で入院したため、部隊の指揮は、ハルゼーの指名により、スプルアンスに委ねられ、その点だけが従前とは異なっていた。ミッドウェイ海戦ではノーザンプトンは特に損害も受けず、6月13日に、 真珠湾に帰港した。8月中旬、ノーザンプトンの部隊は南西太平洋へ向かい、8月7日から始まったガダルカナル島の戦いに参加した。9月15日、サンクリストバル島南東で、味方部隊は日本潜水艦位19の攻撃を受け、空母ワスプが大火災の末処分され、別の部隊の戦艦のオースカロライナと駆逐艦オブライエンがひかみなりし、 後者は、その損傷がもとで後日沈没した。10月24日、ノーザンプトンの第17任務部隊は、第2次ソロモン海戦で損傷したエンタープライズと、新鋭の戦艦サウスダコタが、中心の第16任務部隊と合流し、この2つの部隊は、トーマス C 近景度少将が指揮することとなった。10月26日の南太平洋海戦では、ホーネットを護衛したものの、 日本側の猛攻によりホーネットは大破し、ノーザンプトンはホーネットの乗組員を救助して去っていった。放棄されたホーネットは日本艦隊の駆逐艦衆運と巻雲の魚雷で撃沈された。南太平洋海戦以後のガダルカナレ島をめぐる海の戦いは熾烈を極めた。11月11日から14日までの第三次ソロモン海戦では日米双方の艦隊に 大きな損害が出た。輸送船での増援が難しくなってきたので、日本海軍は駆逐艦によるネズミ輸送で増援を行うこととなり、アメリカ側はこれを東京急行と呼んだ。春税大将は新戦法を考案したキンケイドを東京急行を阻止する部隊の指揮官に指名したが、間もなくキンケイドはアリューシャン方面の戦いに引き抜かれ、部隊は カールトン・ H ライト少将に委ねられた。ライトは着任後直ちにを率いて、東京急行を阻止すべく出撃。ノーザンプトンは、部隊の主力の一角を担った。11月30日夜半、第67任務部隊は、アイアン・ボトム・サウンドに侵入。これと同時に、西からも、田中・雷蔵少将少率いる、第2水雷戦隊の一隊が、サボ島の西南方から、 アイアンボトムサウンドに進むした。第二水雷戦隊はガダルカナル島を背景にしていたので、レーダーでは判別しにくかったが、手前にいた駆逐艦高波を発見するや発砲して炎上させた。ルンガ沖野戦の始まりである。この時、第二水雷戦隊は7分程度沈黙したものの、やがて酸素魚雷を発射し、巡洋艦隊は特に深度も変えず航行し続けたため、巡洋艦隊は、 酸素魚雷の槍ぶすまの餌食器となった。まず戦闘のミネアポリスには、魚雷が2本命中し、艦首を吹き飛ばしたが、ミネアポリスは、なんとか持ちこたえて戦い続けた。ミネアポリスの後方を包んでいた、ニューオーリンズも、魚雷の射線に飛び込み、艦首に魚雷が命中して、ミネアポリス同様に鼻先を失った。3番艦ペンサコーラは損傷したミネアポリス。 ニューオーリンズ領艦を避けるべく左に舵を切ったが、領艦からの火災によって、ペンサコーラの艦影が浮かび上がり、日本側による二度目の雷撃の加降の目標となってしまった。ペンサコーラには一本が、コーブマスト直下の左舷側に命中し、機械室が破壊され、砲塔三機が使用不能になった上、大火災が発生した。四番艦軽巡洋艦ホノルルは三十ノットの、 速力で相手から離れ無事だった。殿を進んでいたノーザンプトンは最悪の結果となった。ホノルルと同様に行ったのは避けたが、最終的には目標とされてしまった。魚雷日本が左限後部に命中したが、命中穴は大きく同一箇所に命中したようだった。ノーザンプトンは左に大きく倒れ、火災が発生して、どうともしがたくなった。乗組委員は、 ノーザンプトンを放棄し、駆逐艦フレッチャートに救助されたが、戦死者は58名と少なかった。3時間後、ノーザンプトンは傾斜して燃えながら沈没していった。アメリカ側は、輸送作戦を阻止したため戦略的に分かったものの、高波撃沈の代償として、ノーザンプトンを提供し、他の従順洋艦もひどく損傷して、戦術的には完敗した。ルンガ戦における、 ノーザンプトンの戦死者のうち、唯一の士官であった、オハイオ州出身は、妻と母及び二人の息子、デビットとスコットを残して戦死した。エバートの名誉を称えるべく、1944年5月11日に、フロリダ州タンパノで建造中のキャノン級護衛駆逐艦の一艦にと命名され、エバートの妻により、浸水式が行われた。ノーザンプトンは、 第二次世界大戦の先行で6つの従軍聖賞を受賞した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。